はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理、グローバル化が進む世界についてお送りします。で、前回その前も含めてですけど、日本の農業、工業、そして商業についてやってきました。で、ここでね、一本グローバル化、ちょっと話違うんですが、これについて取り上げていきます。で、今回の穴埋めは全部で7問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？もうじゃあ、早速ね、1番から説明の方を始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、グローバル化、まあ、世界の話なんですけど、まず、20世紀以降です。いいね。20世紀の後、地球規模で、これ日本だけじゃない、地球全体で、航空交通網、つまり飛行機ね、とか海上交通網、これフェリーじゃねえや、船ね、これの整備が進みました。いろんなところに行けるようになった、それによって。で、その結果、目的地までのほにゃらら距離が短縮されたんです。で、何距離が短縮されたかっていうと、これ時間距離って言います。で、これ何かっていうと、例えばここからここに行きたい。今までは、じゃあなんか、こう、船を乗り継いで、こう行かなきゃいけなかったのに、飛行機でブーンって行けるようになりました。でも、実際の距離って変わってないでしょ？行く距離って、こっからここなんだけど。でも、時間距離が短縮。つまり、かかる時間が減ったんです。ある場所からある場所に行くのに。これは、人でも物でもそう。それが時間距離が短縮されたって言います。なので、人、物の移動が容易になった。つまり、簡単になったんです。移動するのがね。そのために2009年の世界貿易額、これ世界全体の貿易の額です。いい？は1980年と比べると約30年ですね、約6倍に増えました。それは移動が簡単になったから、物も人も。で、ちなみにですね、日本だよこれ、日本の貿易額っていうのはほにゃららよりほにゃららが多いんです。で、これ何より何が多いかっていうと、日本はね、輸入、つまり買う方です。より、輸出の方が多い、売る方です。のが多いんです。で、これがあるので、アメリカとかヨーロッパから、2番同じ答えね、もっと輸入を増やせ、というふうに日本は言われています。で、どういうことかっていうと、これ輸出、売る方が、あれでしょ、多いってことは、輸入、買う方より売る方は、ってことは売り上げ上がるじゃん。お金儲けできるんですよ、こっちの方が。でも周りからしたら、もっと買ってくれってもの、だから輸入を増やせっていうふうに強く求められてます。で、こういう感じで貿易についてちょっとこういざこざが起きる、こういうことを、このような貿易のいざこざね、貿易に、ちょっと待ってね、摩擦で、貿易摩擦って言います。貿易に関わるいざこざ。いいかい？で、こういう課題をね、でも解決しなきゃいけないじゃん。いざこざしてもしょうがないんで。だから、話し合って解決するために、ある場所、機関ですね、が重要な役割を果たしています。で、これね、日本語バージョンと英語バージョン、両方覚えてください。これ、世界の貿易の機関なんで、そのまま世界貿易機関と言います。で、英語で言うと、ちょっとごめん、ちっちゃくなるよ、 WTO と言います。世界貿易機関 WTO です。で、ここが重要な役割を果たしてます。これは日本とアメリカとかだけじゃない、他もいっぱいあるから、貿易摩擦っていうのはね。で、ここからちょっと話変わるよ。日本、また日本なんですけど、1960年代から新幹線、高速道路、航空路の整備が急速に進みました、日本っていうのは。で、今日では全国各地がほにゃらら網で結ばれている。これ何網って言うかというと、これ今全体ね、新幹線とかも全部含めてですけど、高速交通網と言います。これで結ばれている。で、どういうことかっていうと、まあ、高速使ったり、新幹線使ったり、まあ、飛行機ね、航空路使ったり、どれでもいろんなところに高速、速いスピードで行くことができます、今は。
で、そういう状態、高速交通網が結ばれていると。けれどちょっと課題もあって、地方、ちょっと田舎の方のイメージは、地方の整備は遅れてます。これはで、これなんで遅れるかっていうと、採算との兼ね合い、つまりお金です。あのね、例えばここにね、ちょっと田舎の方に新幹線を作ってほしい、そういう要は絶対起きます、便利だから。あればけれど、いざ作るじゃないですか、その都心とここをつなぐように作っても、利用者が少なかったら赤字になるんだよ。これはね、やっぱりお金儲けではないですけど、ある程度の採算が取れないと運営できないんで、潰れちゃうから、赤字だったらね。なので、その田舎であることで利用者が少ない、作ってあげたいけどそこで作れない、作れないから、だから整備が遅れるっていう、こういう状態が起こってます、課題としてね。で、また近年、通信ケーブル、そして通信衛星、これの開発そして整備によって、もう一個の網ですね、ホニャララ網が全国に張り巡らされてます。で、そのおかげでみんながよく使っているインターネット、そしてまあ携帯電話、まあ、スマホとかもそうだね、の利便性、便利さが高まってます。今すごく便利でしょ。もちろん見てくれる方はね、中学生が多いと思いますけど、多分自分が中学の時よりはすごいから、もう世界が変わってるので、あとインターネットも携帯もね。で、これ何網が全国に張り巡らされてるかっていうと、これを、情報通信網と言います。ちょっと消えてごめんな。情報通信網です。いかにもそれによってインターネット、そして携帯電話の利便性、便利さが高まったという状態にあります。いいかな？では、今回は社会の地、グローバル化が進む世界についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、ここでですね、話が、まあ、ガラッというか、一個区切りがつきます。で、次回からはもう日本に注目して、結構前に、ホニャララ地方って勉強してもらったじゃないですか。まあ、九州地方とか近畿地方とか。で、その一個一個の地方を具体的に取り上げていきます。で、まずは九州地方です。で、そこから取り上げていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。